僕うして涙が出るのは、バラ族編集長として知られる伊藤文学と、その妹の伊藤のり子の教著によって1965年に第二書房から発表されたノンフィクション、また同名のテレビ映画、および日活映画である。書籍は、のり子の闘病日記と文学の文章、また、伊藤兄弟が受け取った手紙などを交えて構成されている。想定は、 ナイトルネが担当。出版後には、朝日新聞等で紹介され大きな反響を呼んだ。心臓病のためのノリコの闘病生活と、その縁で、伊藤兄弟が知り合った、カオルちゃんをはじめとする心臓病の患者たちとの交流、また心臓病の子供たちのために、豆の機械を創立する経緯が描かれている。1974年以後の晩には、 のりこの復帰後の様子が描かれている。1961年のクリスマス、当時20歳だった伊藤のりこは突然胸の痛みを訴え、相棒弁閉鎖不全症と診断される。手術をしない場合、余命に3年と診断されるが、病院のベッドに空きがなく入院すらできない。自暴自棄になるのりこであったが、1962年8月9日に、 東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所に入院する。文学は、のりこの入院をきっかけに肉心の情を強く意識し、毎日仕事の帰りに病室を訪問する。この頃から1階下の3階の子供たちと交流し始める。のりこの手術は1962年9月17日と決まり、成功率は4部6部と知らされる。 のりこの執刀を予定していた坂木原茂がメキシコの心臓学会に出席するため手術は延期となる。のりこは同じ病室の患者たちと交流するも亡くなる患者もあったことで不安を覚え病室を抜け出して遊びに出かけたり突然実家に帰宅したりする。これを心配した文学は朝日新聞の読者の広場に 妹に激励の手紙をという投稿を行う。朝日新聞は文学の投稿を3、4日後に掲載し、その結果、掲載当日に数人の訪問客があり、病室には花束が届けられた。また翌日からは手紙も届くようになった。中でも赤いバラのシールのついた、美智子という女性からの手紙は、毎日のように届き、のり子を勇気づけた。 1962年10月24日に再設定された手術日の直前、のりこは赤いバラ、デパート勤務のヒントから女性の勤務先企業を推定し電話で話すことに成功した。1962年10月24日に再設定されたのりこの手術は再度延期になった。そして10月の末にはファラオ市長賞の5歳の男の子、 野村よしかずくんがのりこの401号室に入院した。これは子供用の病室が満室であったためであるが、結果、彼は文学とカオルちゃん、ブーンと呼び合う仲になり、交流を深めていく。12月10日、のりこの手術の直前、カオルちゃんはお姉ちゃん、泣かないねと指摘する。これはその病室に、手術の前に涙を見せた患者は病室に戻って、 来られないというジンクスがあり、手術の成功を示唆したものである。ノリコの手術は予定時間を大幅に上回るが成功し、12月18日には集中治療室を出て病室に戻る。1963年1月24日、カオルちゃんの手術の前日、文学はかねてから頼まれていた、ジャックと豆の木と家なき子の絵本を持って病室を訪れる。 嬉しがるカオルちゃんは、手術が終わったら3日で病室に戻るから、その時には、名犬、ラッシーの絵本を持ってきてほしいと文学にリクエストする。文学は指切りをして、絶対に戻ってくるように約束をさせる。翌1月25日、カオルちゃんは手術室に向かう前に抹水注射を受けるが、ジャックと豆の木の絵本を話さず、涙を流して、僕、どうして、涙が出るの 教えてよ、看護婦さんという。同席した一同はジンクスを思い出し、不安がるが、果たしてカオルちゃんは手術中に死亡した。執刀医によると、脳に腫瘍ができていたのが直接の死因であるという。1963年3月2日、ノリコが退院するが、血性肝炎で3月15日には再入院となる。同日に同室であった、サナエちゃんが、 心臓手術を受けるが、8日後の3月23日、手術の甲斐なく、帰らぬ人となる。のりこは4月23日に、再び退院するが、翌日の4月24日には体に変調を、きたして、婦人科の診察を受け、妊娠、出産が難しいことを告げられる。また、5月には、急性毛腸炎で入院する。かおるちゃん、さなえちゃんの他にも、 日本には先天性の心臓疾患を持つ子供が20万人もいることを知った文学は同じ悩みを持つ人が団結することを目的に会合を計画し、カオルちゃんの好きだったジャックと豆の木、また豆は痩せた土地でも育つこと、そして心臓病を克服して豆に働くことができるようにと、この団体に豆の機械という名をつける。1963年7月7日、 豆の機会第1回の会合が開かれ、これまで交流してきた心臓病患者、家族、加えて医師までが出席した。8月12日には文学がカオルちゃんについて書いた詩をモチーフにした TV ドラマが、東海テレビによって制作され、富士テレビで放送された。1963年11月3日、梅崎栄子夫妻による、 全国心臓病の子供を守る会の創立総会があり、文学とのりこが出席する。のりこは、この前後にも入退院を繰り返していたが、入院初期から文通していた男性、草薙みとの交際が始まっていた。限りある日を愛に生きてに詳しい文学は、これからは他人である草薙くんの愛の力によるしかないと思う、と語り、のりこの未来を草薙に託す意志を見せる。 1964年1月26日、一周期を記念して、カオルちゃん、もう一年だねと題された会が開かれる。司会は、文学の友人で、国学院大学講師の安倍聖路、音楽担当に、長田暁に、鎌田俊が与え、傍中アンジェリカが参加し、カオルちゃんは、一人ではないという言葉のもとに、全国の心臓病の子供たちのことを考える会となった。 1964年2月、のりこは退院し、しばらくの間、仕事をして、収入を得る。草薙実との交際は順調である。頻繁に手紙をくれていた、心臓病の女性、たださんからは、闘病のため離婚することになったが退院後、新しい恋人ができたと報告がある。かおるちゃんの家庭では、女の子が新しく誕生したという。 文学は1965年春に完成予定の東京女子以外の新しい心臓センターの建設資金にするため、クリスマスにチャリティーオークションを開くことを述べ、物語はひとまず締めくくられる。同書は1974年に開版され、その後のノリコの様子が語られる。1963年8月12日、富士テレビのシャープ月曜劇場にて放送。 東海テレビ制作。1965年10月30日風切り。日活、モノクロ、89分。僕どうして涙が出るの129ページ。ありがとうございます。